make sure it sound right, boys。7時から46本目のコーチングです。頑張っていきます。10時30分から47本目のコーチングです。頑張っていきます。この後 TCS のコーチング講座です。頑張っていきます。16時からコーチング48本目です。頑張ってきます。今日の仕事は終わりました。これから横浜に仕事終わりの妻を迎えに行ってきたいと思います。昨日のキムチ鍋の残りでリゾットを作ります。電池が切れたので充電するために寝室に携帯を持ち込みました。おやすみなさい。7時から49本目のコーチング体験セッションです。頑張っていきます。9時からコーチング50本目です。体験セッション頑張っていきます。これから横浜でお買い物していきます。これから高校大学の友達とサウナに行ってみます。ちなみにその友達はプロの歌手でプロのバスケ選手という面白いやつです。久しぶりに友達に会うので楽しんできます。温泉行ってきました。よそよそしいんですけど。10時37分です。今日も楽しいいい一日でした。おやすみなさい。